皆さんこんこにちは今日は不等式の問題ですねえー、これがこれより大きい時両方ともにその、えー、絶対値の記号がついてますこういう場合はどうするかっていうと例えばえー、ax ですねがまあ大きいか小さいか bx こういう条件がついたときは、1番 AX が BX より大きい場合、2番 AX が -BX よりも大きい場合、それから3番 a, a x が -BX より大きい場合、 4番の条件がマイナス AX がマイナス BX よりも大きい場合。ああ、こうプラスですね。これ4つ,4つとも X の領域ですね。レンジ。これを計算して、そしてエンドを取りますね。集合のエンド。 ということは、これとこれとこれとこれですべての条件を満たすものこれを割り出します。そうするとこの式にえが満たされるわけですね。これはどういう x であっても満たすということですから、これすべてを、ま、あ満たさなければいけない。 これグラフを書くとですねこの場合これは x-3x+1 ですねということは -1 ここ3このグラフはですねもうそのまま書いちゃうとこうでここが こうなるとで x がですね0の時はこうマイナス3ですが、えー、絶対値がついているのでここ3にあ戻りますよね。えー、それから、えー、これはどうでしょうこれ。 これはですね X はこういきますよねところがここは逆向きにこういきますよねということはこっからその交点を、えー、ABCD とするといいですか その答え X はですね X が A よりも小さいもしくは同等えそれから B よりも大きくて C よりも小さいそれから X は D よりも大きいとつまりここですね この部分それからこの部分ですねそれからこの部分それが回答となりますだからこの ABCD を探せばいいわけですねで A というのはこれ x の2乗プラス 2x マイナス3がですねマイナス x これが、えー、マイナス x ですねより大きい場合ですということは x をここに加えるとえー、x の2乗プラス 3x マイナス3が0で x は 2分のマイナス3プラスマイナス9プラス12。ということで2分のマイナス3のプラスマイナス11。でこの場合ここですねマイナスの場合だからこのプラスを取っちゃってえー ここで A は2分のマイナス3マイナス5だとこれが A ですねで BC はっていうとマイナス2乗プラス 2x マイナス3このネガティブの方を取ってですねでこれがまず B ですねこれ a を求めるこれ B を求めるのはマイナス X の場合。ということは X の2乗マイナスプラス X マイナス3が0を求めると X は2のマイナス1プラスマイナスの1プラス12と。でこれは この −4 だけだから B っていうのは2分のス1の −13 あこれ間違ってますね921こっちは21ですねで C を求めるのはどうするかっていうとえー マイナス X の2乗プラス 2X マイナス3が X よりも大きい時ですねこの時どうなるかっていうとこれ足し算になって X の2乗プラス 3X マイナス3が0これと同じですねただこれのプラスの場合だから C っていうのは2分のマイナス3プラス 21とですねこれですねで最後の D はですねえ X の2乗プラス 2X マイナス3と X が交わるとき X の2乗マイナス X プラス X マイナス3が0でこれと同じです でこの逆の場合を取ればいい。ということは D は、A、B の逆の場合ですからマイナス1プラス13ということになります。で答えはこの ABC を使って こう書けばいいわけですね。小文字の D 小文字の D にしておきますね。これで完成ということですね。はい、今日はここ、えー。今日の英単語はですね、アフルエント。アフルエントっていうのは、えー、裕福なということですね。で、彼女は 裕福な家庭から来ていると She is from an affluent family.An affluent family, というのは裕福な家庭ですね。で、俺も裕福な家庭に生まれたらよかったのに。I wish I could have been. I wish I could have been born in an, an, an affluent. ですね。an, an affluent と言ってもいいですけど、uh, は,はっきり言って an affluent family と言ってもいいですね。それから次がですね、dowry、えー。dowry dow っていうのは、uh, お金とか財産ということですで。よく使われるのはあの、まあ、文化によって違うんですが、結婚するときに えー、女性の方もしくは男性の方があ新しい家庭に持っていく親からもらった金を持っていくそれがダウリーですね普通そういうふうにダウリーは使われますねだから彼女が持ってきた、えー、お金財産で、えー、彼は当分、えー、彼の、えー、ビジネスを続け,とか続けることができると。 だから, uh, she brought a big dowry to his uh, to her new family with him so he could continue his own business with it. Uh, you hey